史上最悪の人災火災。1982年昭和57年2月8日当時永田町にあった地下2階地上10階建てのホテル、今だと地上10階ってそうでもないんですけど、当時は超高層のホテルっていう感じだったんですね。夜中の3時頃から9時間にわたって燃え続けた火災となってますね。死者33人、負傷者34人を出す大惨事でありました。出火の原因は宿泊客のタバコの火の不始末であったが、大火災になってしまった原因はホテルの対応であったっていうのは後に分かっているんです。でね、ここからなんですよ。普通ホテルの方追及されるんですが、この社長の人となりがとても話題になったというか、ホテルニュージャパンのオーナー兼社長は悪名高き実業家の横井秀樹であったということです。白木屋乗っ取り事件では、白木屋は百貨店ですかね、あの安藤組、安藤昇組長と対立することになり、横井秀樹襲撃事件で安藤昇組長は恐喝容疑で逮捕されたんですね。その襲撃事件では銃弾2発を受け重体に陥ったが一命を取り留めたと。銃弾は体の中に残ったままであることを武勇伝のように語っていた、まあ、ずぶとい神経の持ち主。実業家としてはね、なんかね、どうなんだろうっていう感じではありますけど、そんな人なんですね。襲撃事件後、ホテルニュージャパンを買収、オーナー兼社長になり、利益第一主義で消防署から何度も防火改装指導を受けていながらも、経費削減を理由に、スプリンクラー、防火扉、不燃剤による内装工事などの消防設備を設置せずに防火調査や定期点検も拒否し続けていたっていうことです。見せかけのスプリンクラーは配管に接続されていなかったという、これはちょっと本当にやばいですね。これは火災報知器も故障したまま放置されていたっていうことなんです。利益追求のため従業員は削減、研修は不十分で、火災発生当時に宿泊客を避難指導したスタッフが一人もいなかった。当直は9人しかいなかった。最初に客室から火災を発見したスタッフは同じ階の客室に避難誘導することなく、まずフロントにマスターキーを取りに戻った。その後消火器を取りに行き、1本を使い果たすと別の階へ消火器を取りに走ったという、そんなことにどんどん燃えてっちゃうんですね。で、内線電話でフロントスタッフに連絡することもなく、宿泊客を避難誘導することもしなかったんです。しなかったというのは正しくないかもしれないですね。なぜならスタッフは火災時、震災時などの対応を一切知らなかったんですね。だからそういう指導をしてないんです。スタッフ同士で何とかしようと奮闘するが、それがかえってあだになった。警備員に至っては非常ベルを手動で鳴らせる方法さえ知らなかったというんです。火災発生の館内放送する知識もないんですね。最初の通報まで20分以上が経過していたっていうんです。最初の通報者はなんとですよ、通行人のタクシーの運転手なんですよ。外から見てね、ホテルが燃えてるぞと。次の通報は別の目撃者からだったっていうこともあって、ホテルの対応がなってないことがもうあらわになってるんですね。火災はみるみる大きくなり、9階の一室で発生した火災は9階から10階あっという間に広がって、避難誘導がなかったため宿泊客は自力で逃げるしかないということになってるんですね。初期消火に失敗したたった一室の寝た箱が猛火と化し、368人の宿泊客はホテルに取り残されるっていう、とんでもない恐ろしいことになっちゃったんですよ。これ宿泊客の悲鳴で火災に気づいて宿泊客はそれぞれ避難せざるを得なかったと。しかもホテルの内部は複雑で方角も分かりにくい構造になっていて、火災で停電となって真っ暗になったホテルの中に取り残された宿泊客の恐怖たる山、想像に耐えないですね。これはね、真っ暗なんで逃げ場のなくなった宿泊客は煙や有毒ガスによって廊下に倒れる、火から逃げるために窓から飛び降りる、シーツをロープ代わりにして外に出るなどね、焼死以外の死因も多数あったっていうことなんですね。消防ポンプ車48台、はしご車12台、救助車8台、救急車22台、消防ヘリコプター2機、消防隊123隊、消防職員627人、消防団員が22人がおよそ9時間にわたって懸命な消火活動にあたり、ようやく鎮火したと。結果的には7階から10階をもう全部燃え尽くしたっていう恐ろしいこと。横井秀樹は火災発生現場に蝶ネクタイ姿で報道陣に向かって拡声器で、本日は早朝よりお集まりいただきありがとうございます。9階10階のみで火災を止められたのは不幸中の幸いでしたと。
こんなことをね言って謝罪とは真逆の発言をし、寝タバコをした宿泊客が火災の根源であると、責任は宿泊客のせいにしたんですね。この人は横井の責任逃れに徹した言動は遺族だけではなく世間から猛烈なね非難バッシングになるんですね。これで横井秀樹は業務上過失致死罪で禁錮3年の実刑判決が下った。1993年11月25日に最高裁にて確定。事件後の影響、この火災を教訓に防火体制不備、改善指導に応じない事業所は名前の公表と刑事告発をする制度を発足させた。現在は消防法に準じていない建造物は開業できないことになっています。当然ですよね。その後類似した火災事件があってどんどん法律が変わってルールも変わってきたっていうことはね、尊い、ね、犠牲にあっての今だっていうことを皆さんも分かっていただければなということで、今日のところはこの辺にしておきます。